こんにちは、遠藤聡です。今回もワードプレスの解説動画になります。今回の内容はユーザー機能についてです。お一人でブログ運営をされている方は触れることのない機能かもしれませんが、もう一度振り返って見直していただければなと思います。それではワードプレスの画面共有に移ります。今見ているのはワードプレスの一番デフォルトの状態です。インストールしたままの状態です。今ここに、僕のですねアカウント、ログインしているアカウントが出ています。で、今後ワードプレスで作ったですねウェブサイト、ないしブログを運営していく上で、運営する人を増やしますとか、ブログ記事を書く人を増やしますという場合には、ここのユーザーの新規追加、ここから新しいアカウント、ユーザーを追加していただくことができます。で、ユーザー名と、この時に必要なのはこのユーザー名とメールアドレス、あとはパスワードですね。で、このユーザー名に関しては作った後変更ができないんですけれども、メールアドレスとか名前とか姓とか、あとは、パスワードもそうですね、ウェブサイトなども基本的には、作成したアカウントを作成した後にも変更することができますので、ここだけ、ユーザー名だけ変更できないというようなことを覚えておいてください。で、もし作った時にですね、相手にも一応パスワードをメールで送信することもできますので、その場合にはここにチェックを入れていただいて、ユーザーを追加と。で、この権限グループですね、この権限グループは、今ですね、このワードプレスでは一番権限が大きい管理者のアカウントで見ています。管理者のアカウントで見ていますので、ここに、全て項目が表示されています。ただこれがですね、上に上がっていくにつれて権限が狭まっていきます。どういうことかというと、例えばテーマの編集ができないとか、プラグインを追加することができないとか、ブログ記事を投稿することができない、単純にも見るだけというようなアカウントを作ることができます。これ少しですね、解説、分かりやすい図がありますので、ワードプレスの、解説ページで見てみたいなと思います。はい、これが、ワードプレスの解説ページなんですけれども、ここにですね、バージョン 2.0 となってますけど、基本的に今のものと変わりはないと思います。ここに、管理者、編集者、投稿者、寄稿者、購読者というふうに並んでいます。一番左の管理者というのが、テーマの変更から、プラグインの編集、ユーザーの編集ですね、あとファイルとかインポートとか、ここら辺ですね、全部変更することが、編集することができる。で、一番右側の購読者になると、もう閲覧のみ、この閲覧のみになります。で、投稿する、例えばブログ記事を投稿するだけのアカウントを作りたいと、あまりテーマの編集とかプラグインの編集とかは触ってほしくないよというような場合には、この投稿者で作っておいていただけたらいいのではないかなと思います。できることはファイルのアップロードですね、画像とかのアップロードと記事の投稿編集などができます。というわけで、ここのですね、権限ですねについても、どれを選ぶかというのをしっかりと選んでおいていただいて、追加をしていただけたらなと思います。で、次ですね、次はこの追加したユーザーの編集についてです。この一番上の管理画面の配色というのは、選んでいただくとですね、ここの管理画面の色合いですね、色味が変わるので、もう好きなものを選んでいただいていいんではないかなと思います。あとはですね、今お話しした名前のところですね、ここで変更ができますよと。で、ブログ上の表示名と、例えばブログ記事の下などに著者表示をしている場合に名前を表示していると思います。それを変更する場合ですね、例えばですけども、ここで選ぶことができます。姓だけでもできますし、氏名両方をですね、入れることもできます。で、あとはここにメールアドレスもありますので、ここは変更することができます。またですね、著者表示をしている場合にも、おそらく、プロフィール表示をしていると思います。著者のプロフィールですね、そこはここのプロフィールの情報と、プロフィール情報のところに書いてあるものが、大体はこれに書いてあるものが表示されていると思いますので、変更したい場合にはここを変更してください。
で、パスワード変更する場合はここで新しいパスワードを入れてプロフィールを更新としていただければ OK です。というわけで今回、ワードプレスのユーザー機能について、解説させていただきました。ワードプレスのユーザー機能いかがだったでしょうか。知らないところ、使ってなかったところあったかと思います。今回の動画を参考にしていただければなと思います。それではまた次のワードプレス解説動画でお会いしましょう。